ウクライナ、心痛感じながらも、メダル量産、北京パラ。北京パラリンピック、バイアスロン女子10キロ立位の表彰式に臨む、左から銀メダルを獲得した、ウクライナのオレクサンドラ・コノノは、金メダルを獲得した、ウクライナのイリーナ・ v 銅メダルを獲得した、ウクライナのリュグ・ミラリアシェンコ、 AFP 時事北京パラリンピックは8日、4日目の競技が行われ、母国がロシアの侵攻を受けているウクライナが表彰台を独占したバイアスロンを含む9個のメダルを獲得した。しかし、選手の一人は父親がロシア軍の捕虜になったことを知らされ、 同国にとっては嬉しさとショックの入り混じった一日になった。写真、自宅が破壊されたリアシェンコ、た全6枚。ロシアによる侵攻に胸を痛めながらも、黄色と青のスーツをまとったウクライナの選手たちは力を振り絞り、この日は金2個、銀4個、銅3個のメダルを獲得した。 国際女性デーに女子選手の力を証明するかのように、バイアスロン女子10キロリ位イでは、イリーナ V、アイナイナ B が長年の夢を叶えるパラリンピックの金メダルを獲得し、銀メダルのオレクサンドラコノノは、オレクサンドラコノオノは、銅メダルのギュドミラリアシェンコ、リウドミラライアシェンコと共に、 表彰台を独占した。リアシェンコの自宅は、激しい爆撃を受けている母国第二の都市ハリコフ、カーキブにあったが、7日に破壊された。チーム広報によれば、このためにリアシェンコは、クロスカントリースキーの出場を取りやめた。また、バイアスロン女子10キロ台への出場を予定していた。 19歳のアナスタシア・ラレチナ、アナスタシア・ラレティナも母国から悪い知らせが届いたため、棄権した。広報は彼女の父親はウクライナ軍の兵士でロシア兵の捕虜になり、殴打された。彼女はひどく動揺し、レースに出場できなくなったと話している。母国が破壊されるという不安の中で、 ウクライナの選手は飛び抜けた力を発揮している。これまでに獲得したメダルは金6個を含む17個でメダルの国地域別ランキングで金8個の中国に次ぐ2位につけている。